ガリシア州内の一アラマは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカでポンテベドラに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は2918人。住民故障は男女同系のラメンス。カスティーリャ語表記は、定冠詞をカスティーリャ語に変えた、ララマ。 ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は92.88%。アラマは、ポンテベドラ県の中部に位置し、コマルカでポンテベドラに属する。隣接する自治体は、北がコトバーで、ホルカレー、東がベアリス、アビオン、南がホルネーロスデモンテス、西がポンテカルゲーラスである。自治体中心地区は、ア・ラマ教区のアラマ地区。アラマは、 ポンテベドラ司法官管轄区に属す。住民は十の教区の百十七の地区に居住する。自治体内には、ポルテーラダクルス、おショオスイード、アンタスなどに古墳など巨石文化時代の遺跡が残されている。また、青銅器時代のものと見られる県や、カストロデカシャーテではいくつもの青堂製のウも発見されている。チャンド、カンポ、オーテーロセシーバルドマト。 ラシャダスプサスなどでは、ペトログリフも発見されている。カストロについては3箇所発見されている。中世には、北部地域は15世紀以降、アルメンテーラ修道院の支配を受け、残りの地域は、ソートマイオールの領主の所領であった。17世紀から18世紀にかけて、アメリカ植民地からもたらされた、トウモロコシ、そしてジャガイモによって、人口が増加。 牧畜業も増大した。この農業の変革は、夏季の小麦の収穫期において、カスティーリャ地方への季節労働移民を引き起こすこととなった。そして、多くの道が整備され、教会、館、橋が建てられた。この時代に、リバダビア、ポンテベドラ、リニャーレスと続く、旧街道に、パラーダ川に架かる橋が作られた。 19世紀から20世紀の新大陸アメリカへの移民は上流階級からその所有していた土地を買い教育のための施設を整備することを可能にした。自治体市長はガリシア国民党のホルヘカンダ・マルティネス。自治体評議員はガリシア国民党。8、ガリシア社会党。2、ガリシア民族主義ブロック。1となっている。アラマは自の教区に分けられる。は 自治体中心地区のある教区、ありがとうございます。